河野大臣習近平に警告尖閣諸島で河野防衛大臣がアメリカの戦略国際問題研究所において講演を行い次のような発言をいたしましたこの春私たちは中国の習近平国家主席を国賓として迎えることを計画しています習国家主席の訪問を心から歓迎します 中国は尖閣諸島をめぐる状況を改善するためにもっと努力をする必要があります。そうでなければ、訪問のための環境に困難を見いだすかもしれませんとなっておりまして、この中国政府が引き起こしている問題としては、尖閣諸島だけではなく、東シナ海ガス店の問題もございますが、 先日尖閣諸島におおいてて中国軍の病院船が確認されております日本政府にはこの中国の習近平国家主席の国賓訪問を最大限利用していただき今後も中国政府に対し圧力をかけ続けていただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。